今や人々の暮らしには不可欠な動力源とさえ言えるモーターをはじめ、産業・社会インフラを支えるさまざまな製品・技術で社会の発展に貢献する日立産機システム。その生産拠点が海・山・里が一体となった美しいふるさと、新潟県胎内市の自然豊かな環境の中にあります。それがここ日立産機システム中条事業所。人と自然と産業が共存できる環境・省エネを追求した多種多様な製品と、それを実現する技術力で社会とビジネスを革新、持続可能な豊かな未来・豊かな社会の実現に貢献しています。日立製作所の創業製品であるモーター、同じく創業の年に製作を開始したのが変圧器でした。この日立の原点であるものづくりの技術と、一歩先を目指す開拓者精神を継承した亀戸工場が1974年中条工場として現在の胎内市に移転。そして2002年4月、産業電気分野の強化・充実を目的に日立から独立した日立産機システムが誕生。その中条事業所として新たなスタートを切りました。ここは新たな価値を創出するものづくりのプロ集団が結集した最新鋭工場。お客様のかけがえのないパートナーとして産業機器の製造に取り組んでいます。中条事業所の主力製品であり国内トップシェアを誇る変圧器。発電所から送られてくる高電圧の電気を低電圧に変換する装置です。中でもアモルファス合金の可能性にいち早く着目し製品化したアモルファス変圧器は、その優れた省エネ性能が多くのお客様から高く評価され、国内で導入が進んでいます。また新たにダイス油を採用した環境に優しい変圧器を製品化。まさに国内受電設備の環境と省エネをリードしています。産業設備から高層ビルまで幅広い用途に応える高信頼な遮断機や開閉機は配電機器の安全運用を確保します。配電監視システムはエネルギー、ユーティリティ、予防保全のデータを収集・監視します。特にキュービクル単位や設備単位での監視を可能としたトランス設備監視ユニットの製品化。また火災や感電を引き起こす電気設備の漏電を監視、予防保全を可能とした絶縁監視システムをラインナップ。多様な可視化ニーズに対応しています。さらに食品工場、半導体製造ラインなどのクリーン化や、医療・製薬分野の研究に不可欠なクリーンエア装置、工場自動化の心臓部ともいえるプログラマブルコントローラー、お客様からの使用をもとに生産効率の高いナノレベルの精密金型など多様な金型の製造を行っています。中条事業所のこうした技術を支えているのが人材力、そしてものづくりのプロたちの
この高度な技術とノウハウは中条事業所の次世代を担う若き技術者たちに引き継がれています。その技術力は高く評価されています。中条事業所にはものづくりの中で特にこだわっているテーマがあります。その一つが環境配慮型製品を作る工場は工場自体もまた高度な省エネを実践すべきであるということ。配電監視システムを導入し全体の電力量を見える化、リアルタイムで無駄をチェックし制御しているほか、事業所内の変圧器はアモルファス変圧器に更新して生産に適した変圧器の容量選定を実施。これらによりエネルギー源単位を10年間で 24% 削減しています。また事業所内に日立製作所の風力発電システム、自社の太陽光発電システムを設置、自然環境を生かした取り組みも行っています。こうして得られた様々なデータは日立グループとも連携、国内外で活動する各事業所の研究・開発部門にフィードバック、品質の向上や製品開発にも生かされています。また中条事業所ではエネルギー管理優良工場表彰として経済産業大臣賞を2度受賞。そしてもう一つ、ものづくりに対する最大のこだわりとさえ言えるのが品質保証。あらゆる工程で徹底した品質管理を実施、専門性の高い従業員により高い品質と大きな信頼を作り込んでいます。こうしたものづくりへのこだわりを力として、お客様の社会価値、環境価値、経済価値の向上に取り組んでいます。環境・省エネに貢献する日立産機システム中条事業所、常にお客様の立場から課題を見つめ、社員一人一人の心を込めたものづくりで付加価値の高い製品を生み出していきます。中条事業所は環境・省エネを追求した技術力・製品力で社会やビジネスを革新、誰もが快適に安心して健やかに暮らせる社会の実現に貢献してまいります。